にちは、早川洋平です。石平恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第96回をお届けします。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、この番組も間もなく100回を迎えますが、はい、もう間もなく、そうすると2年ぐらいですね。もうそうか、あっという間ですね。僕らね、月1でこう1月分撮ってるんで、あっという間という感じなんですけども、はい、まあ、本当にこの番組のタイトル通り、あの恋や仕事や社会のこと、いろいろ多岐にわたって質問をいただいているのでありがたい限りなんですが、今日はですね、18歳女性、ポッドキャストネーム挽回。18歳？はい、18歳。そんなに若いの？このネタで、このデータ上は18歳ですね。なるほどね、はいはいはい、事実だということでこのまま進めていきたいと思いますが、今日男友達の家に行って流れでエッチしてしまいました、私の友達の彼氏なのですが、友達とは未経験だそうです。なるほど。私の彼氏や友達には黙っていようという話になりましたが、隠しておいた方がいいか告白した方がいいか迷っていますということです。いや、これ別に挽回さんはっきり言いますけどこの人ブリーチのファンなんですかね。僕あの昔松本さんの滑らない話のゲストで行った時に、同じテーブルにちょうどブリーチの漫画家さんが一緒だったんですよね、なのであれこれなんかちょっとくだらないバカ話をしたのを急に思い出しましたけど、これね、選択は1個しかありません。1個。いや、告白するって何を告白するのっていう、そんなの黙ってるに決まってるでしょっていうだけですね。多分ね、そのちゃんと付き合っている彼女の方とは未経験だっていうのは、はい、ね、あなたと違ってその女の子がまだ未経験なんで、なかなかそっちに進めないっていうだけなので、まあ付き合って、ちゃんと付き合ってるんであれば、ちょっとたまたま過ちを犯してしまったけれど、その二人、彼と、友達ですね、彼女の幸福を願うっていうのがまあ普通じゃないですかね。だってここで告白して、確かにやっちゃったんだよね、ノリと勢いでっていうふうに言われても困るもんね。告白した方がいいっていう。そうですね、っていうか僕最近若い人見てて思うんですけど、ともかくバカみたいに正直で真面目であることがいいって思い込みすぎてません？何でも正直に言うとか、いらないことを言うとか、自分がそう思ったんだからそれを口にする権利があるみたいな感じで、どんな失礼なことでも平然と言う人って結構若い人に多いじゃないですか。だからあの感覚がちょっとよくわからないですね。何でも言っちゃうとかっていう、そうですね、それってなんだろう、なんかステレオタイプに、じゃあ SNS がどうこうとか、昨今のメディアで何でも例えば振り暴くから正直にみたいなっていうことでもない。いや、そういうのも半分あるかもしれませんけど、残り半分は日本人も何かを主張しないといけないみたいな一つの刷り込みがあるのかもしれませんね。世界がグローバル化して黙っていたらよくない、どんなことでもいいからとりあえず行ってみようみたいな、アメリカ式教育というかね、アメリカ人のアホなやつって本当にバカじゃないですか。そういう感じの日本人が増えてきてる気がするんですよね。でもその何でも主張するとちょっと意味合い違いますよね。いや、そうなんですけど、でもそこはね、おバカさんたちには分からないので、この子もね、なんでだろうな、本当不思議ですよね。ここで自分で告白して自分だけは正直になったっていう免罪符を得て、周りの関係はどうなるんだろう。自分が気持ちよくなるためだけに周りをズタズタにしてしまう、この告白欲は何だろうって不思議に思いますね。そうですね。これだからこの子も彼氏がいるってことですよね。そうですよね。向こうもってことだから、それとこの文面からすると、例えば彼から強引に迫られたって感じじゃないですよね。ないですね。流れとして自然に、いわゆる和感でのエッチをしてしまった、ということであれば、お互いこれは秘密にしようねって約束するだけで綺麗に終わると思うんですけどね。そうですね。で、その相手も別になんか、面倒くさくしようとしてるわけでもなさそうだし。そうそうそう。で、多分、高校生ぐらいの男の子だとよくあると思うんですけど、あまりにも好きすぎる相手とは、セックスとかしにくいっていうのがあるじゃないですか。自分の醜い部分を見せることになるし、失敗するかもしれない。でも、そんなに好きじゃなくても好意を持っているぐらいの、そこそこ可愛い子ぐらいの相手との方が、セックスってスムーズにいくもんなんですよね。特にこの年代で慣れていないと。18、9ですよね。そうそう。だから、そのいいあなたは練習台になってあげたんだから、まあ、このね、練習、まあ、模試ぐらいのもんなんで、忘れようね、お互いぐらいでいいんじゃないですかね。模試の成績なんて。大事なのは本当の受験の時ですよっていう話ですから。確かにこれはじゃあ模試だったということで、そう、
この質問を投稿したということでもう忘れましょう。うん、ちなみにでも何か言いたいのかな、なんか文章もやけに短くてね。そう。何かちょっと要はその友達の彼女に彼はこうだったよっていうアドバイスを送りたいのかなみたいな気もちょっとするんだよね。告白した上で。まあでも全部壊れそうですけどね。そうね。じゃあ黙っておきましょうということですね。そうですね。18歳か。でも夢があっていいね。いいですね。うん。こういうちょっとなんていうんですか、ビッチ的な人、はい、全然嫌いじゃないですね。18歳の挽回さんでした、はいはい、この番組では皆様からのご質問を募集しています。ぜひ恋や仕事、社会に関する疑問をお寄せください。またイラさんと双方向のコミュニケーションが楽しめるオンラインサロンの会員も募集しています。詳しくはイラさんの公式サイトからご確認ください。今日は第96回をお届けしました。イラさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。